トベ平野仕様・ヒラノシオ全身、ルイ・ヴィトン、コーデでファッション界に衝撃。ファンからの絶賛が止まらない。日本のエンターテイメント業界において、ヒラノシオという名前は広く知られ、そのファッションセンスは常に話題となっています。元キング・アンドプスのメンバーから独立し、トベ所属となったヒラノシオが、自身のインスタグラムで、ルイ・ヴィトン、コーデを披露したことで、 ファッションファンやファンから絶賛の声が殺到しました。この記事では、平野紫仕様の最新ファッションステートメントについて詳しく掘り下げ、その影響について考察します。平野紫仕様、シ平野その名前は日本のエンターテイメント業界で非常によく知られた存在です。彼はキング・アンドプスのメンバーとして多くのファンに愛されてきました。 しかし、最近、彼は、そのキャリアに新たな一歩を踏み出し、飛べ、飛び、というエージェントと契約しました。この転機に続いて、彼は、ファッション界に大きな衝撃をもたらしました。飛べひらの仕様は、自身のインスタグラムアカウントを通じて、全身、ルイ・ヴィトン、でコーディメートした写真を3枚公開しました。この投稿は、 彼のファッションセンスの高さと、ルイ・ヴィトンという高級ブランドへの愛情を示すものとして、多くのファンに称賛されました。一枚目の写真では、平野紫陽がルイ・ヴィトンのデニムジャケットを羽織り、胸元を見せつけています。このシンプルでありながら洗練されたスタイルは、彼の魅力を引き立てています。 二枚目の写真では、平野仕様は茶色のパーカーにデニムジャケット、そしてデニム生地のハーフパンツを合わせ、安入イな表情を浮かべています。このスタイリッシュでモダンなルックスは、彼のファッションセンスの独自性を証明しています。そして、三枚目の写真では、同じファッションにセカンドバッグを持っている平野仕様が映っています。このアクセサリーの選択も、 彼の洗練されたスタイルを示す要素の一つです。このインスタグラム投稿にはファンから多くのコメントが寄せられました。翔くん今日もカッコ良すぎるや息を飲むとはまさにこのこと、ネウギやカッコよしおくんの短パン姿久々に見ましたといった絶賛の言葉が並びました。彼のスタイルに対する熱狂的なサポートは彼のファッションアイコンとしての地位を確立しています。 平野紫仕様は2023年7月7日に飛べ公式 YouTube チャンネルを通じて飛べ入りを発表しました。この発表は多くのファンにとって嬉しい驚きとなりました。さらに同年7月14日にはジャニーズ JR うちのユニットインパクトオーズがイムップ。 として新たに加入することが発表されその際にも平野紫耀は全身ルイ・ヴィトンで固めたスタイルで登場しました。彼はエンターテイメント界での新たな冒険に向けて歩みを進めつつ、そのファッションセンスはますます注目されています。結論。平野紫耀の全身、ルイ・ヴィトン、コーデは彼のファッションアイコンとしての地位をさらに確立させました。 彼のセンスとスタイルはファッション愛好者やファンから広範な賞賛を受けており、今後の彼のファッション展開にも期待が高まっています。彼の飛べ入りやインパクトオーズへの介入発表も彼のキャリアに新たな光を当てる出来事となりました。今後も彼の活動に注目し、彼のファッションステートメントがどのように進化するかを楽しみに待ちたいと思います。